リムル様。テンペストの発展もとどまるところなしですな。うん、順調と言っていいかわからないが、ここまで大きくなった。海の幸を持った商人が来るのも時間の問題でしょう。今滞在中の商人たちに海の幸について伝えておきます。ああ、頼んだぞリグルド。ああ、なんだこの魔力、巨大な魔力の塊がとんでもない速度でこっちに向かってくる。リグルド、後でな。リグルさん、もう。私はただ一人のドラゴノイドにして、デストロイの二つ名を持つ魔王ミリム・ナーバだぞ。魔王かよ。お前がこの町で一番強そうだったから挨拶に来てやったのだ。この覇気、ベルドラに匹敵するほど圧倒的。間違いなく本物の魔王だ。ほう、なかなか触りがいのありそうなボディなのだ。はじめまして、この町の主リムルと申します。よくぞスライムである俺が一番強いと分かりましたね。その程度私にとっては簡単なことなのだ。この目ミリムアイは相手の隠している魔素の量まで測定できるのだ。俺のスキル、解析鑑定みたいなものか。そして解析するまでもなく、ツルペタ。お？まさに天才だな。ところで、その姿が本性なのか？あの銀髪の人型は変化したものなのか？全部知ってるってわけね。この姿のことですかね。おお、やはりお前だったのだな。ではオークロードを倒したのだな。まあ俺が勝ちましたけど。で、何の御用なのでしょう。もしかしてゲルミュットの復讐じゃないですよね。あ、要件だと？挨拶しに来たんだけど。あ、本当にそれだけかよ。やめろ、お前ら。リブル様、逃げてください。なんだ、私と遊びたいのか。行くぞ。こく、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。燃え尽きるがいい。エルフレア、はっ、名前に舐めてもらっては。見せるのだ、見せるのだ。いや、おぼろ、隠れんぞ。邪魔なのだ、邪魔なのだ。踏み込む、おぼろ、もう諦めない。燃え尽きるがいい。
あとは任せた。頭に来たのだ。うわ、すっごいのだ。これほどの攻撃、私じゃなかったら無傷ではいられなかったかもしれぬぞ。だが私には通用しないのだ。大丈夫かしよ。これポーション。リムル様、リムル様、お逃げください。ここは私たちが。お前たちもそれ飲んで寝てろ。あとは俺一人でやる。私に立ち向かうのか。自信があるのなら俺の攻撃を受けてみるか。いいだろう、面白そうなのだ。ただしそれが通用しなかったならお前は私の部下になると約束するのだぞ。わかった。こっ、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、食らうのだ。こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃあ撃せるのだ。それ撃せるのだ。フレアサークル、食らえ。邪魔なのだ。邪魔なのだ。楽しくなってきたぞ。行くぞ、ドラゴンバスター。お見通しなのだ。行くぞ。暇なら遊んでほしいから。とよっ、食らうのだ。撃せるのだ。これで決まりだ。食らいつくせ。楽しくなってきたぞ。こんなもんかな。ドラゴンバスター、落ちろ。くらえ。ふっ、それ邪魔なのだ。うりゃ、邪魔なのだ。よっ、それアイシクルスピア、そりゃ行くぞ。頭に来たのだ。コック、対象のエネルギーが膨大すぎるため捕食は不可能です。だろうな、分かってるよ。コック、通用する攻撃手段は回避。大丈夫だよ。警告、全ての攻撃は反射される可能性が高いです。ならばやれることは一つだけ。くらえ。手置きの蜂蜜攻撃。どうした、魔王ミリム。ここで俺の勝ちだと認めるならば、さらにこれをくれてやってもいいんだがな。欲しい。だがしかし、負けを認めるなど。そろそろ残りが少なくなってきたぞ。待て、提案がある。引き分け、今回は引き分けでどうだ。今回の件全て不問にするのだ。ほうほう。もちろんそれだけではないのだ。今後私がお前たちに手出しをしないと誓おうではないか。勝ったな。強さは圧倒的だったが、中身は見た目通り子供だったな。いいだろう、その条件を受けよう。では今回は引き分けということで。わはー、はちみつ、はちみつ。こうして俺たちは未曾有の天災を乗り切ったのである。
なあなあ、ん、お前は魔王になろうとしたりしないのか。なんでそんな面倒なことしないといけないんだ。え、だって魔王だぞ、かっこいいだろ、憧れたりとかするだろ。死ねって。え、え、魔王になったら何かいいことでもあるのか。強い奴が向こうから喧嘩を売ってくれるのだ、楽しいぞ。そういうのは間に合っているし興味もない。じゃあ何を楽しみに生きてるんだ。いろいろだよ、やることが多すぎて大変なんだぞ。魔王の楽しみは喧嘩以外に何かあるのか。オークロードが新たな魔王になるとこを待ってみたりとか、まさかそのオークロードを倒す強者が出てくるとか。先が読めずすごく面白いんだぞ。でもそれ俺たちのことだよね。今は誰がお前たちを仲間にするか競争してるんだ。どうだ、面白いだろう。魔王たちの間でそんなことが。まあでもそれも当事者なのよね俺たち。あと魔人や人間に威張れるのだぞ。退屈なんじゃないかそれ。あ、退屈してたなこいつ。じゃあそろそろ気をつけて帰れよ。待て、お前魔王になるより面白いことしてるんだろ。ずるいぞ、ずるいずるい、もう怒った。怒ったって言われても。教えろ、そして私を仲間に入れるのだ。町に連れて行け。だだっこかよ。わかったわかった、ただし条件がある。今度から俺のことはリムルさんと呼べよ。ふざけるな、逆なのだ。お前が私をミリム様と呼べ。じゃあこうしよう、お前をミリムと呼ぶからお前は俺をリムルと呼ぶ、どうだ。わかった、しかし特別なのだぞ。私をミリムと呼んでいいのは仲間の魔王たちだけなのだ。はいはい、ありがとうよ。じゃあ今日から俺たちも友達だな。うん、これから村を案内するけど俺の許可なく村で暴れないように約束しろよミリム。もちろんなのだ、約束するぞリムル。さすがはリムル様だ、こうも簡単に魔王ミリムを手なずけるとは。うん、リムル様なら当然です。俺は先にリグルド殿に知らせるとしよう。間違って魔王を怒らせる者が出ないようにな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。おや、どなたですかな、このちびっ子は。誰がちびっ子だ、ぶち殺されたいのか。暴れるなと言ったばかりなのに。いいか、私は今とても機嫌がいい、だからこれで許してやるのだ。次はないから気をつけるのだぞ。わが輩の親父殿が川の向こうで手を振ってるのが見えましたぞ。お前の親父は生きてるだろ。あ、ところでそちらのちびっ子、おっと、お嬢様は一体。こいつはミリム、何でも魔王らしいぞ。魔王ですと。あのな、ミリム、怒っていてもすぐに殴ったりしたらダメだぞ。私を怒らせる方が悪いのだ。それにあのくらいは挨拶のうちだぞ。殴り合いは挨拶じゃないからそれは禁止で。リムル様、何やら新しい客人を迎えたとか。ああ、新しい仲間を紹介する、みんなを集めてくれ。はっ。
魔王ミリム？なんという強大な力。ミリムさん、リムルさんと仲良さそう。あの魔王ミリム様と。さすがリムル様です。あの暴君と、ああも親しげに。これでこのジュラテンペスト連邦国も安泰というものだ。ミリムは有名だったんだ。ずいぶんみんな好意的だな。今日からここに住むことになった。よろしくな。いえ、住むってどういう意味だ。そのままの意味だぞ。私もここに住むことにしたのだ。まあ本人がそう言っているので、そのつもりで対応してくれ。何かあったら私を頼ってもいいのだ。魔王と友達か。そうだな、友達は変だな。友達というよりマブダチだな。マブダチ違うのか。みんな、俺たちはマブダチ。こうして火薬庫よりも危険な魔王ミリムがジュラテンペスト連邦国の仲間入りを果たしたのだった。俺は仕事があるから、ミリムはシナたちと温泉に行くといいよ。温泉とは何なのだ。ああ、お湯のあふれる広い広いお風呂のことだ。気持ちいいぞ。広い風呂？気持ちいい？よくわからんが楽しみなのだ。リムル、早く温泉に連れて行くのだ。わかったわかった、こっちだ。じゃ、ミリムのこと頼んだぞ。はい、リムル様。温泉とやら楽しみなのだ。走ったら危ないです。ミリムがシナにも懐いてくれて助かった。さて、みんなに魔王について聞くか。リムル様。ん、どうかしたか。ミリム様の件です。まさか魔王自らやってくるとは思いませんでした。でもまあ、一応は許可なく暴れないと約束してくれてるし。しかし、他の魔王たちの出方に目を配らなければいけなくなりました。どういう意味だ。魔王は何人かいるのですが、お互いが牽制し合ってます。今回リムル様がミリム様と友達だと宣言したため、この国は魔王ミリムの庇護下に入ったということを意味します。本来ならそれは望ましいことかもしれないですが。リムル様は総統という立場にありますのじゃ。つまりこのジュラの大森林が魔王ミリムと同盟を結んだ。そういう風に他の魔王たちの目には映る。魔王ミリムの勢力が一気に増すことになり、魔王たちのパワーバランスが崩れる。なるほど。しかし実際にですぞ、魔王ミリム様を止めようとしても無理でしょう。あれは別次元の強さだった。リムル様がいなければ俺たちは今頃生きてはいない。他の魔王が敵対するというのなら、そいつらを相手にする方がマシだろう。ということで
ミリム様のお相手はマブダチとしてリムル様に全てを任せるということで。ないいなし。丸投げ。なんだこれは。すっごく気持ちがいいのだ。すごいのだ。泳げるのだ。お風呂で泳いではいけません。シオンさんっぽいですけど、ダメですよ。楽しいのだ。うおうんうん。お風呂で遊んではいけませんって言ってるでしょ。くらえ。やったな。それそれそれ。うん、いい加減にしなさい。だが俺たちは知らなかった。ミリムが巻き起こす旋風はまだ吹き始めたばかりだったということを。リムル様、実は我が輩ちょっと行き詰まっておりまして、リムル様に相談に乗っていただきたく。おお、ガビル、改まってどうした？実はベスター殿からフルポーションに必要不可欠な素材の調達を申しつかったのですが、あと一つ見つからないのであります。ベスター殿によると大層希少な素材で西の洞窟にあるはずが見つからず、我が輩はもうお手上げでありまして。あと一つでフルポーションが完成するのか。よし、俺も一緒に探す。行くぞカビル。リムル様、ありがとうございます。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。今日も豊作だな。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。落ちろ。まだまだ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。ふむふむ、結構調子いいな。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。うおー、カオスイーター。よっ、そりゃ、うりゃ。ふむふむ、結構調子いいな。お、なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。お？なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。
こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。コツ、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、いいぞ。こんなもんかな。ふむふむ、結構調子いいな。コク、目標を達成しました。コク、よし、目標達成。建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。どんどん強くなるな。さすがベニマル、絶え間ない努力の結果だな。コク、さすがリムル様、素材揃いましたぞ。感謝いたします。我が輩があれだけ探しても発見に至らなかったものをお見事。いや、これは探すの大変だよ。なんとか見つかってよかったな。早速ベスター殿に届けますぞ。リムル様、近いうちに完成の報告をいたしますぞ。ついにフルポーションができましたぞ。ベスター殿の研究所へお越しください。ガビル、カイジンも呼んできてくれ。わかりました。ベスター、連絡用の水晶はうまく作動したか。はい、ガゼル王へ連絡がつきました。魔王ミリムが来襲し、リムル様が対応したと伝えてあります。よし、ミリムの件はしばらく様子を見るとして、では報告を頼む。は、これが私の研究成果、フルポーションです。体験者、解析、鑑定だ。はい、この薬はフルポーションに該当します。やったなベスター、間違いなくフルポーションだぞ。見事ですな、ベッサー殿。我が輩も協力した甲斐がありましたぞ。さすがだな、ベスター。こういう研究はやはりお前が適任だと思ってたぜ。ありがとう、ありがとう。本当にフルポーションを作れると思っていなかった。嬉しい誤算だ。ポーションを量産し資金源にしたかったが、フルポーションは商品としての価値が高すぎて市場を壊す。そこで20分の1の濃度に薄めてハイポーションとして売り出すことに決めた。ドワルゴンとガゼル王の話で盛り上がるカイジンとベスター、2人を置いて俺は市街地へと戻ることにした。
何がどうなっている？新たな客がやってまいりまして、その客に対してミリム様が激怒し、リグルド、大丈夫か？これはリムル様、この程度どうということもございません。いや、大怪我だろ。ほら、毒性ポーション。ありがとうございます。あいつにやられたのか？さようで。おお、リムルよ。ギ、こやつが舐めた真似をしよったから、私がお仕置きしておいたのだ。お仕置きって、あいつ泡吹いて倒れてるんだけど、あの爆発はミリムの仕業だったと。へへん、褒めてほしそうだな。これは褒めていい状況なのか？俺の許可なく暴れないと約束していなかったか？それは今回は特別アウトだよ。だが今回はリグルトをかばってくれたということで、昼飯抜きで許してやるか。ひどいのだ。そう、これも全てこいつが悪いのだ。この不届き者、一発だけでは飽き足らぬ、せめてもう一発。待て。とりあえずミリムがぶん殴ったやつから話を聞くしかないか。ポーションかけてやるか。あとは意識が戻るのを待つしかないな。目が覚めたか。ここじゃなんだから執務室に行くか。こんなところで立ち話なんかやってられるか。おい、さっさとちゃんとした部屋に案内しろ。なんだこいつ、失礼な。えらい強気だな。で、何をしに来たんだ？下等なスライム風情にこの俺が答えるとでも？ああ、下等というが、お前よりは俺の方が強いぞ。俺は魔王カリオンとやらを知らないし、お前の態度次第でカリオンは俺たちと敵対することになるんだぞ。お前の一存でこのジュラの大森林全てを敵に回すつもりなのか？は偉そうに。この町はこんな下等な魔物に従うのか？雑魚ばかりだと大変だな。ミリム様に気に入られているからと調子に乗るなよ。おい、お前、私の友達に舐めた口を聞くじゃないか。ミリム待て。お前今度何かしたらマジで晩飯を抜くからな。わかった、おとなしくするのだ。さて、俺は確かにスライムだ。だが俺がこの森の3割を支配しているのは本当だし、そちらがその気なら戦争するのもやむを得ないと思っている。なのでよく考えて返事をすることだ。謎の魔人たちを配下へとスカウトするようにカリオン様より命じられてやってきたんだ。ほう、俺たちのことだな。どうやらミリムと同じく他の魔王たちも俺たちの戦いを見ていたらしいな。カリオンのやつ、約束を破りよって。ま、話は分かった。じゃあ帰っていいぞ。え、リムル様、よろしいのですか？だって殺すわけにはいかないだろ。魔王カリオンに伝えろ、俺たちと交渉したいなら日時を改めて連絡をよこすようにと。きっと後悔させてやる。あの様子じゃ伝言は無理っぽいな。さて、魔王カリオンについて話が聞きたい。それはリムルにも教えられないぞ。お互い邪魔をしないという約束なのだ。はい、秘密があると自白をいただきました。それはカリオンだけとの約束か、それとも他の魔王も関係しているのかな？いや、それは。
大丈夫だって。カリオンってやつだって部下を使って邪魔してきたんだろ。俺たちはマブダチなんだから、お互いに助け合うじゃん。だったら俺もミリム以外の魔王のことを知っておいた方がいいと思うんだよね。ミリムがどんな約束をしたか知っておかないと、俺が知らずに邪魔しちゃうかもしれないしさ。確かに。でもマブダチ、そうだ、今度俺が武器を作ってやるよ。やっぱマブダチとしてはミリムが心配だしさ。新しい武器そうだな、やはりマブダチは一番大事なのだ。ちょろい、あまりにもちょろすぎる。魔王クレイマン、カリオン、フレイ、そしてミリムがケルミュットを使って傀儡となる魔王の誕生を目論んだらしい。ミリムに言わせれば単なる退屈しのぎだったのだらしいが。で、マブダチよ、私の武器はいつできるのだ。かっこいいのを作ってやる。だから少し時間をくれ。最高の武器のために最高の素材を集めてくるからさ。わかったのだ、待ち遠しいのだ。というわけで、怪人黒部、ミリムの武器を作ってやることになったんだ。アイデアはないか。リムルの旦那、何を作るにしても尋常じゃないジョブさんがいる。何を作るかによるだが、ミリム様の武器となると耐久度はかなり高くないとダメだべ。ああ、普通の素材だと壊れちまう。武器のアイデアの前にまず耐久性から考えんとな。なるほど、丈夫な素材か。難しいけど探してみる。新たな目標が発生しました。ターゲットは見定めた。やるぞ。能力の上昇率を開示します。探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。こんなもんかな。この調子でガンガン行くぞ。オイラの勝ちっすね。なんだこれ。資源の足しにするか。それ。お？なんだか。それ。資源の足しにするか。確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。フラトニー。まだまだ。こんなもんかな。フレアサークル。食らえ。うりゃ。この調子でガンガン行くぞ。オイラの勝ちっすね。コック、
敵を発見しました。我が輩にお任せあれ、ボルテクスクラッシュ。決まった。目標達成。リムルの旦那、素材が集まったって聞いたぜ。ああ、取ってきたよ。見てくれ。おお、これは耐久度が高いな。いけそうだ旦那。あとはどんな武器にするかだな。どんな武器にするかは俺の方で考えるよ。ありきたりな武器じゃ満足しないだろうな。ゴブタか、どうした？カバルちゃんたちがやってくるっす。カバルたちが？カバルたちを最初に見かけたのはペルドラの洞窟を出る前だ。この世界で初めて見た人間で、その時はちょっと感動したのだった。彼らはギルドという組織に所属しており、そこからの依頼で動いている冒険者だ。シズさんと一緒に俺たちの町でしばらく過ごした。剣を扱うファイターカバル、このパーティーのリーダーだ。いつも魔物に追われているが、生還しているので優秀なのだろう。シーフギドデアスという特徴的な話し方をする。最初見かけた時、3人の姿が消えたのはギドの隠密アーツだった。ソーサラーエレン、いつも朗らかで前向きな彼女。ドジなように見えるけど、どこか優雅さを感じさせるんだよな。さっき森に行った時にナイトスパイダーに襲われてたから助けたっす。これから噴水の前で料理するから、リムル様も食べに来るっす。ナイトスパイダーを食べる、どんな味なんだ？そういえばカバルさんの他にも人間がいたっすよ。毎回魔獣と戦ってるようっすけど、あの人たち戦うのが好きっすね。好きで戦ってるわけじゃないと思うけどな。こいつめちゃめちゃ美味しいっすよ。もうすぐ煮えるっすよ。待ちきれないのだ。
リムル様、カバル殿たちと一緒に客人が来たようです。客が来た？俺に会いに？わかった、すぐ行くよ。俺がこの国、チュラテンペスト連邦国の代表をしているリムル・テンペストだ。本当にスライムが？ところでリムルの旦那、以前には見かけなかった方が多数おられるようですが。ああ、ベニマルにシュナ、シオン、ソウエイ、ハクロウの鬼人たち。オークキングのゲルド、ドラゴニュートのガビル、インセクトのゼギオン、アピト。へえ。それに異世界人のスミレ、リト。ほう。それと魔王のミリムだ。魔王ミリム？で、ブルムンド王国とファルムス王国からそれぞれここの調査に来たと。我々は。っていうか、なんでスライムがそんなに偉そうにしてるんだよ。おかしいだろ。何なんだ一体。なんでお前らは納得してるんだ。リムル様にブルーです。うるさい、黙ってろ。おっぱい、なんかかっ、よしろー。おい、ま、つい。うちのシオンがすまんな。ちょっと我慢が足りないところがあるんだ。許してやってほしい。ひどいです。これでも忍耐力には定評があるのですよ。我慢が足りぬとはまだまだだな、シオン。私のように心を広く持たぬからそんな短気なのだぞ。俺は人間とも仲良くしたいと考えている。そのうち貿易とかして交流できればいいなと思ってるしさ。貿易？うん、実はドワーフ王国とも国交を開いている。ドワルゴンと？この地を経由すれば商人たちの利便性も向上すると思うけど、どうかな。いや、待ってください。ドワルゴンがこの魔物の国を承認したというのですか？リムル様、失礼します。ああ、来客中でしたか。悪いな、ベスター、後で聞くよ。あ、いえいえ、後ほど。ドワルゴンのベスター大臣。そうだよ、元大臣だけどな。今では怪人と双璧をなすうちの優秀な研究者兼技術者だ。で、伝説のカジシマで固まっちゃった。俺たちが人間にとって本当に安全かどうか見極めたいというフューズたちの滞在を許可した。オークロードをテンペストが倒したことが公になっていないのなら、ヨウムたちがオークロードを倒したことにしないかという提案を持ちかけた。俺たちがこの討伐でヨウムに協力したことが伝われば、英雄を助けた信用できる魔物という立ち位置を確立できるのではないかと思ったからだ。謎の驚異的な魔物というよりも、そっちの方が親しみやすい感じになるだろう。考えさせてくれというヨウムの返事を俺は待つことにした。ついでというわけではないが、フューズにアンゲルスのことを聞いてみた。詳しい情報は持っていないようだが、南の参道がアンゲルス国へ通じていると聞いた。ヨウムの返事はすぐには出ないだろうし、調査に行っとくか。新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。ゴブタのやつ、また成長したな。日々の努力、褒めてやらないと。コク、
コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、コク。能力の上昇率を開示します。解放されました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラー、決まった。コク、強敵を発見しました。アイシクルスピア、これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、こんなもんかな。ふっ、そりゃ油断したっす。アイシクルスピア、そりゃそりゃふっ、そりゃよっ。ふむふむ、結構調子いいな。なんだこれ。資源の出しにするか。お、なんだこれ。資源の出しにするか。確認しました。これで決まりだ。食らいつくぞ。グラサミ、この調子だ。こんなもんかな。落ちろ。食らえ、遅いよ。油断した。アイシクルスピア、ふむふむ、結構調子いいな。当然の結果ですね。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくぞ。こんなもんかな。よっ、遅いよ。せい、ふっ、行くぞ。ふっ、それ、アイシクルスピア、そりゃおりゃ、ここできた。そりゃ、ふっ、そりゃおりゃ、いや、そりゃ、おりゃ、そりゃ、たたふっ、おりゃ、そりゃ、えそれ、はっ、
食らいつくぜ。セラトニー行くぞ。こんなもんかな。よっそう、よっよっ、それペラクいざアイシクルスピア。そりゃよっ、そりゃふん、そりゃおりゃ、そりゃふむふむ、結構調子いいな。目標を達成しました。よし、目標達成。考えはまとまったかな、リムルさん。これは大した町だ。あんたが邪悪な存在じゃないってのはあいつらを見てよく分かった。俺たちは常に傷を持つ身だ。ずっと自由の身になりたかった。今回の任務を受けたのは途中で自分たちを死んだことにして、どこか安全な国に向かうつもりだったからだ。決めたぜ。俺はあんたに従うぜ。その方が面白そうだ。今日からはあんたが新しい雇い主だ。リムルの旦那と呼ばせてもらう。オークロードを倒したっていう計画も引き受けるよ。何なりと命じてほしい。ああ、よろしく頼む。こうして妖務たちは白狼のもと英雄に見えるよう修行を行うことになった。白狼によるとなかなか筋はいいらしい。武器防具はカイジンに頼めば見栄えもそれなりになることだろう。というわけで英雄計画を考えてて、このヨウム君たちを立派に見えるようにしたいんだ。要はこいつらの武器や防具をあつらえてやるってことか。最高のものを作ってやるぜ。材料は任せてくれ、集めてくるよ。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。コク、リムル様。リムル様。リムル様。コク、温泉を使用しますか。ふむ、我ながらピカピカのスライムボディだな。火の打ち所がないくらい洗い上げてもらったというか、磨き上げてもらったというか。ご満足いただけて嬉しいです、リムル様。私がご一緒するときはいつでも綺麗にして差し上げますね。助かるよ。でもさ、シュナの負担にならないか。負担ですか。ほら、風呂ってくつろぐ場所だからさ、俺の世話をしてたらくつろげないだろ。何をおっしゃっているのですか、リムル様。お風呂でお世話するひとときが私の癒しになるのですよ。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認。 Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.